はい、こんにちは。信屋本店の信です、今日のゲストはエビちゃんです。ここ信屋本店のお客さんのほとんどがやっぱ白髪世代の人たち、40代50代の人がメインで、多くのお客さんは白髪の悩みを抱えています。なんで気になるのかって言っても伸びてきたのが気になるね。染めた時はいいんだけど伸びてくるとすごく気になっちゃう。これを回避するのには俺の場合は明るめに染めようよと、明るい白髪染めをしようよと、むしろ白髪染めをしないで明るく染めちゃおうよみたいな、そういう提案をするんだけども、そこで大活躍するのがハイライト。部分的にね、明るい髪の毛を作ってヘアスタイルのアクセントにもなるし、おしゃれ感も出るし、なおかつその白髪っぽさがない、明るく染めても白髪の人っていう感じを出さないようにするためのテクニックとして対応しております。なので今日はその辺のハイライトのテクニックっていうのをじっくり見てもらいたいなと思います。施術の動画の後に最後にね、またもう少し詳しく技術の解説をしようと思うので、最後までご覧ください。ではどうぞ。笑ってる。はい、ちょっとした。本当だ、電話入ってた。そう、電話して、まあ多分運転中だろうなと思ったから、一応メッセージしとけば着いたら見るかなと思ったら、あれ気づいてねえやつ。いや、あの荷物を持ってコーヒー抱えてどうやってこれ。それで頭がいっぱいだった、うん、そう。
結婚してんだ。僕ですか？うん、あ、僕独身です。独身？はい。さっきの子供は誰だ？あ、甥っ子です。あ、姪っ子。甥っ子と甥っ子と姪っ子がうち4人いまして。かわいい、はい、そうだよね、まだ早いよね結婚。親にはすごい言われるんですけど、うちの息子にも3人過ぎでいいって言ったやろ。ちょっとよ、ね、ありがとうございます。長さまあまあ長めに切ったよ、うんうん、前髪持って前髪です。ああ感じで食べました。
というわけで、ご視聴ありがとうございました。エビちゃんのじゃあ施術の解説をしますとね、まずハイライトを入れるときにものすごく細く入れてると思うね。で、髪の毛がこう前に落ちる、その流れに沿ってホイールを入れているので、これは一歩間違えるとものすごく奇抜な昭和のメッシュみたいになっちゃうね、うん、だからこそものすごくスライスの厚さを薄く薄く取っております。それと一枚一枚のホイールの中の塗布がですね、根元は薄く毛先はたっぷりと、一枚のホイールの中でも塗布量で明度のグラデーションをつけるつもりでやってます。そうすると突然ブツッと始まるハイライトにならないでね、なんだか自然にいつの間にかこう始まって、なおかつしっかりと存在感があるハイライトになります。そこがポイントかな。あとは1回のプロセスでカラーリングを終わらせるには、ハイライトを入れたところとベースの色味の明度差が強く出すぎちゃう。ハイライトのところはキンキンになっちゃって、周りの毛は来た時よりも落ち着くので、その差がぐんと開いちゃうわけね。それを1回のプロセスでやるためには、カラーリングが終わってホイールを外してシャンプー台で流す時にね、いきなりお湯をかけないでしっかりと乳化をする。これはただの乳化っていうよりもトナーっていう技術があるでしょ。濡れた髪の毛にカラー剤もみもみして色を入れ込む、それのつもりでやるというかね、乳化で髪の毛に残留したカラー剤をしっかり落とすっていう目的と同時に、ベースのカラー剤がハイライト部分にしっかり入るのを目で確認しながらしっかりと乳化していく。そうすることで今回のエビちゃんみたいにハイライトとベースの色味が馴染む、ハイライト部分がキンキラキンにならないでしっかりとその感触のくすみが出せる、そういった手法でやることがほとんどかな。もちろんね、その色が落ちてきた時に当然ハイライトがもっともっと今よりも出てくるってことは起こりうるんだけども、1回のプロセスでね、一番それがベストな方法なんじゃないかなと思って、しょっちゅう採用して施術をしておりますといった感じで、今日もご視聴ありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録が500人を超えまして、これからもどん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 たくさんの人に喜んでもらえる動画を上げていきますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ってなわけで、チャンネル登録とこいつをよろしくお願いします。コメントの方も質問等がありましたら遠慮なさらずにどしどしとお寄せください。じゃあまた明日会いましょう。では。